黄金の画帳の差し絵。本校の話とは、設定が異なっている。黄金の画帳は、グリム童話の一つ。金の画帳とも、家族や社会から阻害されていたものが、善行によって成功して、幸運をつかむという類型の物語である。転居によって多少話は異なるが、おおよそ次のようである。あるところに三人の兄弟がいた。 上の兄二人は、利口者だが、意地悪で、一番下の弟は少し頭が、弱いが親切だった。ある日、一番上の兄が森駅を切りに行くことになり、母親が卵を入れて焼いたケーキと上等の武道酒の、弁当を作ってくれた。兄が森へ行くと、小人の老人が現れ、お腹が空いて、死にそうじゃ。あなたのケーキと武道酒を少し分けておくれという。意地の悪い兄は、 お前にやったら俺の分がなくなるから、あっちに行けと相手にせず木を切り始めたが、急に斧が手から滑って、腕に、大怪我をしてしまった。これは小人を助けなかった罰であった。二番目の兄が行った時も、同じようなことを行い足に、大怪我をした。弁当を分けてもらう。小人の老人すると弟が、自分が木を切りに行くという。父親は、お前のような役立たずに、何ができる。 兄たちが怪我をしたんだぞと言ったが、それでも弟がせがむので仕方なく行かせることにした。しかし弁当は粉と水を混ぜて、灰で焼いたケーキと酸っぱいビールだった。するとまた小人が出てきて、弁当を少し分けておくれと願う。優しい弟は、僕の弁当は、灰で焼いたケーキと酸っぱいビールしかないけど、一緒に食べようとカゴを開けるが、 弁当は卵入りのケーキと上等のブドウ酒になっていた。二人は喜んで分け合って食べ、小人はお前は親切だからお礼にいいものをあげよう。その木を切ってご覧と言って去った。木を切ると中には黄金色のガチョウが一羽弟が言われた。通り木を切ると中には金色に輝くガチョウが一羽入っていた。弟はガチョウを抱えて歩き出し、途中で火がくれたので宿に泊まる。 宿の主人の三人の娘たちは、黄金のガチョウの羽が欲しくなり、一番上の娘が夜中に弟の部屋に忍び込んで羽を一本抜こうとするが、触った途端にガチョウに手がくっついて離れなくなってしまった。後から来た二番目の娘も上の娘の肩に回した、手も離れなくなり、末の娘も二番目の娘の肩に手がくっついてしまった。仕方なく弟は朝になると娘たちを後ろに、 くっつけたまま、町へ向かう。途中、通りかかった牧師がこれを見て、娘たちを引き離してやろうとするが、牧師の手もたちまち離れなくなってしまい、助けに来た寺男と二人のお百姓の、隠して弟は七人もの、よたよたと歩く行列を従えて、町にやってきた。行列を眺める姫町の城では王様が、一人娘の姫に困っていた。 姫は美しいが、生まれてから一度も笑ったことがないのだ。それで、姫を笑わせた者は、姫と結婚させて、自分の後つ、そこで我こそはと思う、者たちが次々にやってきては姫を笑わせようといろんな、面白いことをするのだが、姫は薬とも笑わなかった。これを知った弟は、よたよたした行列を引き連れて、城にやってきた。この様子を眺めた姫は、 よほど面白かったと見えて、大声を上げて笑い出す。弟は、姫と結婚して国王になることが決まったのである。しかし、王様は弟に、娘や王位をやるのが惜しくなった。そこで、わざと難問を出す。城の酒蔵の葡萄酒を全部飲み干せるものを探せ。弟は小人に助けてもらおうと来た道を戻って森へ行くと、葡萄酒を欲しがる喉が渇いた男がいて、 城の酒蔵へ行って、一晩で空にしてくれた。それでも、王様はまた、城の倉庫のパンを全部平らげるものを探せという。弟が森へ行くと、パンを欲しがる腹を空かせた男がいて、城のパンを一晩で食べ尽くしてくれた。王様はなお未練がましく、海でも陸でも走れる船を持って参れと命じる。森へ行くと、小人がいて、 親切にしてくれたから、城の酒蔵のぶどう酒を全部飲み干したのも、城の倉庫のパンを全部平らげたのも、みんなわしじゃ。次もわしに任せとけと言い、船体に車がついた、海も陸も走れる船を出してくれた。こうして、ついに王様もこんまけし、弟は姫と結婚して、ありがとうございます。